日韓首脳会談でイ・ミョンバク大統領は歴史を忘れず未来に向かうことが根幹と釘を刺したのに対し、野田総理大臣は大局的な見地での関係強化に強調しました。나는역사를잊지않고미래를향해나가는것이한일관계의근간임을大局的な見地から日韓関係に悪影響を与えないよう中長期的な協力関係の強化の土台を固めるべく大統領と共に努力していきたい。また北朝鮮の核や拉致の問題についてはアメリカと協力して北朝鮮に具体的行動を求めることで一致しました。さらに首脳が行き来をするシャトル外交を発展させるためイ・ミョンバク大統領が早い時期に訪日することでも合意しました。土壌スープを食べ気合十分で会談に臨んだ野田総理、まずは手堅くお隣の韓国イ・ミョンバク大統領と信頼関係を築いた形です。